東証デジタルソリューションの野々村です。コミュニティ版担当ですので、よろしくお願いします。では、今日はですね、ノエスケール、デュアルインターフェースを備えた IoT 向けデータベースグリッド DB としてですね、今年6月に、リリースされたばかりのですね、コミュニケーション 4.5 をですね、実際もハンズオンでですね、動かしながらですね、SQL インターフェースの使ってみましょうということですね、そういったところをご紹介したいと思っております。軽くプロフィールなんですけれども、GitHub で経営野々村というアカウント名で持っておりまして、GridDB の開発開始した当時からですね、そこのメンバーになっておりまして、あとそのグリッド DB をオープンソース化しましょうという方針となったことで、2015年ですね、プロジェクトとして開始、そこのメンバーとして、取り組んでおりまして、現在、特にコミュニティ版のですね、サーバーだけじゃなくて周辺の、いろんなソフトウェア開発とか、あとコミッターとかを行っております。あと GitHub 歴は5年ということで、ちょっと色付けしてあるところで、以前よりかはちょっとかなり減ってきておりますけども、これぐらいのコミットを行っているという形ですね。あと、OSC のプレゼン、1年ぶりなんですけども、今回、オンライン のプレゼントであるとか、あとハンズオンとか、そういったところ初めてですので、ちょっと至らないところは多くあるかもしれませんけども、よろしくお願いします。で、今日の発表内容なんですけれども、まず、グリッド DB の概要をご紹介した上でですね、実際その SQL インターフェースのところをですね、どう使っていくのかというところをご紹介したいと思っております。で、ちょっとこのスライド、ちょっと若干ちょっと追加してるんですけれども、お配りっていうかですね、公開、OSC のですね、ページからでも、スライドシェアで出しているプレゼン資料にもあるかと思います。そこにはちょっとこのリンクないんですけれども、そのスライドのですね、14ページ目のところにこういう URL がありまして、そこにアクセスしていただくと、そのウェブページを、参照しながら進めていくことになりますので、これにちょっとアクセス、今のうちにですね、ちょっとアクセスして開いておいていただければと思っております。はい。あと、最後、ちょっと時間がもしあれば、OS 活動の最近の状況なんかをご説明したいと思ってます。はい。で、まず、GridDB の概要をご紹介します。この GridDB、日本初という、ほぼ純国産のデータベースで、ビッグデータ、IO 向けのデータベースになっております。2013年ですね、V1.0 製品化がなされましたけれども、先ほどお話した通り、2016年にオープンソース化いたしまして、で今年の6月にですね、最新版 4.5 コミュニケーションというのをリリースされました。あと、ご存知な方あるかもしれませんけど、つい3日ほど前にですね、V4.5 エンタープライズ版、エンタープライゼーションというのをですね、リリースしておりまして、特にセキュリティ面をですね、強化したものが出ております。で、このグリッド DB なんですけれども、社会インフラとか製造業を中心にですね、高い信頼性、可用性が求められるシステムで適用されております。で、さっきから出ている IoT 向けのデータベースということなんですけれども、私どもが考える IoT データの特徴がこういったところにあります。まずですね、もう今、大量のセンサーがですね、安価にもいろんなところに設置されてですね、それがもう、どん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 データが集めることができるというのが世の中になりましたけれども、そういったこともありまして、もう高頻度にですね、未オーダーでですね、高頻度でデータがもうどんどん流れてくるであるとか、あと、特に夜間にはデータが減るとかそういったことなくですね、もう24時間365日です。絶え間なくどんどんデータが発生するというようなシステムとなります。あと、どんどんですね、長期間にわたってデータを蓄積して管理しないといけないとか、あと最初はスモールスタートで開始したんだけども、どんどんセンサー等、機器とか、そういったのがどんどん追加していって規模が大きくなる。そういったところでですね、データ量が増えていくっていう特徴があったり、あと、リアルタイムですね、参照、分析等に使っていきたいというようなところもあるかと思います。あとですね、特に我々がターゲットしている社会インフラと、例えば電力
量のですね、計算というか、そういったところ本当に欠陥、欠損があると本当に大変なことになりますけれども、そういったデータの一貫性、最新値を必ず、取得できるというところが重要になってくりまして、こういったところが我々どものか考えるですね、IoT データの特徴と考えております。で、これに対してデータベースとしてはこういった形ですね、高い処理能力、あとは、高信頼性であると、あと、その最新値を得られるというデータ、IoT 思考、センサーデータをですね、うまくそこを一貫性を持った形で扱える IoT 思考と、あとはですね、先ほど言いました、高い拡張性というところが求められると考えております。こういったところはですね、最初のですね、設計開発初期段階ですね、こういったものを目指そうということで、グリッド DB を開発しておりまして、こういったものをすべてですね、兼ね備えたものがグリッド DB となっております。で、今回ですね、いくつかこの4つの特徴を挙げてますけれども、最近ではですね、この高い処理能力を、基本的にノースケール、キーを使って、高速に、プット、ゲット、高速にですね、データ登録したり、データを取ってきたりというところの、そういったところのアーキテクチャとか、そういったところをベースにしてるんですけど、その SQL だけじゃなくて、RDB 等で使われて SQL も使うことができるというところが大きな特徴となっておりまして、今日の発表ではここら辺をメインですね、ご紹介したいと思っております。ちょっと時間の都合でちょっとここは軽く、ちょっと端折りますけれども、はい。で、ここでですね、特に最近言われてる、特にアピールしているところとしましては、NoSQL と SQL のデュアル、両方のですね、インターフェースを備えているというところが大きな特徴としてあります。基本は NoSQL のスケアルト型のですね、アーキテクチャになっておりますけれども、これは基本的に先ほどお話した通りに、キーをですね、ベースにデータを登録したり、取得したりというところで、本当に高速、高可用で高スループとですね、操作ができると、アクセスができると。で、これに対して、さらに、一つのそのデータ、グリッド DB の中に SQL を処理できる、SQL エンジンもですね、兼ね備えておりまして、従来のですね、システムで使われていた BI であるとか、RDB であるとか、そういったところでですね、連携が容易になる SQL を使ってですね、やり取りが容易になるというところが、このグリッド DB でできております。しかも単に SQL でつながるというだけでなくて、分散並列の処理を使ってですね、高速に処理できるというところが特徴の一つであります。で、具体的にその SQL のですね、どれくらいサポートしているかというところなんですけども、基本的にですね、SQL 92相当の構文をサポートしておりまして、クリエイト、ドロップ文のようなデータ定義言語であるであるとか、あと、グラント、リボークのようなですね、データ制御言語、あと、セレクト、インサート、アップデート、デリートのようなデータを操作するための言語であると、あとは、グループバイであるとか、オーダーバイというところがありますけども、これだけ見るとですね、NoSQL 代表的なカサンドラとの CQL とあまり変わらないんじゃないかなという話があるかと思うんですけれども、ここで一番特徴的なジョインですね。内部結合、外部結合、クロスジョインというようなところで、さまざまなジョインをサポートしているとともに、ユニオン、インターセクトのようなですね、集合演算、そういったところもできて、異なるテーブル間のジョインできるとか、そういったところが、通常のですね、RDB に近いようなSQLの操作ができるというところが大きな特徴となっております。こちらがですね、SQL 内部的なグリッド DB のですね、処理というかですね、メカニズムというか、そういったところの概念図になりますけれども、これでもってですね、SQL 処理するようなデータベースで、基本的にいくつかのですね、レイヤーを持って、例えば、NoSQL 層、あと SQL 層、あとはそれをコーディネートでいくか、そういったですね、複数のプロセス間でですね、やるような従来のですね、アプローチと異なりましてですね、グリッド DB はですね、一つのノードに対して一つのプロセスを基本的に配置して、そのプロセス内で、その、NoSQL に関する処理層と SQL 層、それを全部兼ね備えているというようなですね、非常にシンプルな作りになっております。そのおかげですね、そのノード内に閉じた、プロセス内に閉じた形で適切にですね、SQL の処理や NoSQL の処理を行うことによって、より、無駄のないですね、高性能な処理、ここに記載しているようなですね、さまざまな並列化の処理も実現できている。
できております。まあ、こういったことでですね、例えばSKに関しての性能のデータをお見せしますと、これ TPCH の、結果なんですけれども、あとちょっと、古いちょっとデータで、GridDB のですね A4.0、の製品版のアドバンセーションのですねデータになりますけれども、一大構成ですね、ポスグレと比較して、ポスグレを100と、考えた場合に、大体50ぐらいの登録性能、登録時間が、得られていると。で、検索の方はですね、1台の時で、100に対して60ぐらいの性能が出ているというような結果が出ています。で、検索の場合ですね、どんどん台数を増やすと、スケールアウト効果でこうやっているような形になっております。ちょっと登録の方はですね、ちょっと負荷がですね、十分かけられなかったということでですね、ちょっとほとんどあまり変わってない結果になっておりますけども、検索についてはかなりのですねスケールアウト効果が出てっていうのがわかるかと思います。あとこちらにですね、ほとんどが製品版の適用事例なんですけれども、主に社会インフラ、製造業を中心にですね、高い信頼性、可用性が求められるシステムにですね使われております。電力会社にですね、低圧託送業務しても、例えばですね、ここで電力量をですね集計して、需要量と発電量のバランスを調整するとか、あとさまざまですね、製造ライン、電装さんとか、そういったところで実際使われております。で、今回ですね、その、コミュニケーション、6月にですね、リリースされましたけれども、特にこの大きな、これまでのバージョンとの新しい差分としましては、従来ノイズ系インターフェースを使える形になっておりましたけれども、今回新たにですね SQL インターフェースもですね皆さんに使ってもらいたいということでですね、こちらをですね提供しております。で、その SQL を使うためにですね JDBC というドライバーをですね使ってアクセスすることになります。で、ここで先ほど述べましたけどグループファイやジョインなども利用可能。あとさらにですね、テーブルパーティショニングでもって、複数のですね、データ分割配置するような機能も持っておりまして、これでもって並列実行と可能なものになっております。はい、ではここら辺からですね、実際にですね、ちょっとハンズオンというか、ちょっと実際に操作をしながらですね、ちょっとイメージというかですね、そういったところを掴んでいただければと思っております。でこちらの方の、アクセスしていただくと、ちょっと時間かかりますね。すいません。ちょっと。もしかしたらちょっと表示されるかと思いますけれども、この画面を使ってですね、操作したいと思ってます。でですね、のですね、ハンズオンの内容なんですけれども、大きく3つ、考えております。で、1つは Java 環境によるもので、SQL Workbench J というものにを使ったものをちょっとで 使ってですね、どう動くかというかですね、使うことができるかというのをお見せしたいと思ってますけれども、先ほどのです、ね、1つ前のプレゼン の MySQL さんのプレゼンで、MySQL ワークベンチの話がちょうど出てましたけども、それとは全く別物ですね。ちょっと検索するとよく混同されるみたいで、ここのページアクセスすると、MySQL ワークベンチじゃないよというような言葉があったの、文章とかあったりしますけども、あとちょっと注意点としましては、ライセンスよくよく見ると、特定の国の政府機関は利用できない制限あるというふうに、ということで、日本は問題ないんですけれども、特定の国っていうと、特定の、輸出管理というところで、ちょっと気をつけないといけない国だと、ちょっとイメージ
されがちですけれども、よくよくまあライセンス見ますと、あの英国であるとかアメリカとかカナダとか、そういったところが制限に含まれているみたいですね。まあ、日本の場合は特に問題ありません。あとは Python 環境につきましては、Python ですね、標準のデータベース API の仕様である DBAPI というのがあるんですけれども、それをまあ実際、まあ、一つの実装として、使うことができる JDBAPI というのがありますので、それをちょっと使ってみたいと思っています。あと、私どものですね、GridDB で Web API というのも提供しておりまして、こちらですと、まあ、PHP ですとか、他の、まあ、Python でもいいんですけれども、スクリプト言語とか、そういったさまざまなところですね、Web API 使って、まあ、簡単に、まあ、つなげて SQL 実行するとかいうこともできますので、そういったところも見ていただければと思っております。で今日の主な流れなんですけれども、ちょっとこれ公開しているプレゼン資料にはないスライドなんですけれども、まずはサーバーのインストール起動を行った後、先ほどの Java とか Python の実行環境をインストール起動して、まあ、実際にサーバーに接続して、それで SQL をですね、いくつかちょっと実行するというところをお見せしたいと思っております。ちょっと用意されないな。出ましたね。で先ほどの URL にアクセスしていただくと、この、GridDB 向け Docker ファイルサンプル集というのがあります。見つけることができるかと思います。で、ここでですね、まあ、基本的にここで、動作確認しているのは Docker ツールボックス使った場合で、特に、まあサーバーはシングル構成で、クラスター名は Docker GridDB、GridDB 管理者のアカウントはアドミンというものををちょっと前提としています。はい、でこれにいくつかあって、まあ、ここにちょっといろいろその Docker のイメージをインストールすると等のですね、入力内容が書いてますので、基本的にここをカットアンドペーストする形でですね、実行していきたいと思っております。で例えばここに GridDB のサーバーはですね、基本的に、まあ、Linux をサポートしておりまして、主に CentOS と、まあ、Ubuntu と OpenSUSE がありますけれども、ちょっとお好きな好みのものをですね、インストールしていただければと思っています。まず、まあ、例えば CentOS7 をですね、ちょっとこの、イメージを取るところで、これで、ダウンロードというか、Docker イメージを取ってきてみてください。でちょっとここですと通常だいたい30秒から1分ぐらいかかるような感じですね。でこの間に、まあ、基本的にやってることは、GridDB のですね、まあ、CentOS ですので RPM をダウンロードしてきてそれをインストールしてきて、あと先ほど述べましたクラスタ名や、GridDB の管理者のですねアカウント情報を設定して、でその後、GridDB のプロセスをで実行ファイルをですね、実際起動しまして、それで一応クラスター、1台1ノードでもクラスター扱いですので、クラスターをジョインするというような、ノードをですね、ジョインするという操作をして、起動するというようなところの Docker の、イメージになっております。今はちょっとダウンロードしてきたところですけれども、あとここに続いてですね、実際にそのコンテナを起動するところで、ここでこう実行していただくと、まあ、これでサーバーが立ち上がった状態になります。で続いてですね、SQL Workbench J を使うためにですね、Java タンプ。で、ここでですね、Java と Python 両方、作ったですね、Python DB API っていうイメージなんですけれども、Java 環境もここに含まれてますので、これを、取っていきます。で、ここで、ちょっと私の方はもうすでに取ってきてるんで、一瞬で終わるんですけれども、実際皆さんの方で初めて取ってくる場合です。大体1分から1分半ぐらいかかるんじゃないかなと思ってます。で、ちょっと、そこをちょっと、なんて言いますか。しばらくちょっと待っていただければと思います。で、その間ですね、プレゼンの方でですね、接続部分のところのちょっとご紹介したいと思ってます。まずですね、基本的にここは、なんて言いますか、JDBC でですね、データベースに接続する場合のですね、割とお決まりのところで、まあ、
MySQL さんですとか Postgre さんとか、そういったところ割とそれぞれの DB でですね、独自の、URL 形式とかそういったものになっておりまして、そのままちょっと覚えてもらえる。基本的には JDBC ですので、まあ、ここら辺をちょっと覚えてもらえば、まあすぐに接続して、SQL 実行できたと思います。JAR ファイルはですね、グリッドストアの JDBC JAR になっておりまして、ドライバークラス、JDBC を直接使う場合はこう指定する必要はないんですけれども、まあ、あるツールというか、今回のようにですね、いくつかのツールを使う場合には、こういったドライバークラスを指定してください。あと、今回ですね、一つの同一ホストで複数のコンテナを使うという形なので、いくつかの接続方式あるんですけど、マルチキャス方式というところをちょっとご紹介しています。で、この場合にですね、本当にここはもう呪文のようにですね、JDBC の GS の、で、あとマルチキャストのアドレスと、そのポート番号ですね。で、このポート番号なんですけれども、NoSQL の場合ですと31999がデフォルトなんですけれども、SQL の場合は41999ですので、ここちょっと間違いやすいので、ここを注意してください。あと、それに続いてクラスター名と、あと、データベースを使う場合はデータベース名を指定してください。特に指定しなければ、パブリックというですね、すべてのユーザーからアクセスできるですね、そういうデータベースもありますので、それをにアクセスすることになります。で、これにですね、多分 Python のインストール、どっかイメージが取ってきた。で来れたのかなというところになりますので、ここで、その Python、Java の環境をですね、起動してみます。ここで。はい。で、ここですね、一応スラルートの、ディレクトリに入って、この下にですね、グリッド、先ほど話しましたグリッドストアの JDBC の JAR が置いてある状態になっているかと思います。はい。で、ここでですね、で、スケールワークベンチ J を使ったいんですけども、ちょっとまあ、日本の場合は問題ないんですけども、ちょっとまあ、海外だと、ちょっとこういうライセンスをチェックしてもらいたいということでですね、ちょっとイメージには含めてないので、ちょっとここは手動でちょっとインストールしていただきたいです。ここでだいたいアーカイブ取ってくるだけで数十秒ぐらいかな。うん、で、まあ、手で入力してもいいんですけど、SQL ワークベンチというフォルダーを作っていただいて、で、そこのフォルダーに移動していただいて、で、まあ、回答してもらうと。で、カレントフォルダーのシェルに対して実行権限を与えていただいて、で、あとはもう、ちょっと GUI の版もありますが、ちょっと、コンソール版というかですね、それで今回は、ご紹介します。で、ここで、まあ、SQL が実行できる画面になってるんですけれども、ここもさ、まあ、ある意味呪文みたいなもので、JDBC につながる場合、こういうような入力をする必要があります。ここで、まあ、先ほど述べた、クラス、ドライバー名であるとか、JAR ファイルの名前。先ほど、この一つ上に、griddb-jdbc-JAR ファイルがありますので、一つ上のファイルを指定しています。あと、先ほど述べた URL。あとは、ユーザーネームとパスワードっていうところをですね、書かれたものですね。これで接続するという形になりますね。はい。サクセスフルということで、これで接続できたことになります。これでですね、様々な、まあ、例えば、代表的なクリエイトテーブルなんちゃらというようなですね、スケールを実行することができます。で、ここで、ちょっとクエリのですね、サンプルのページに移っていただいて、ここにいくつかの、スケールありますので、これを順番にちょっと、入力して実行していきます。で、その前にですね、ちょっとプレゼン資料に戻って、どういったテーブルを今回使うかのちょっと概要なんですが、大きく2つ使います。で、1つは、まあ、装置の情報がですね、
装置 ID とかその装置のタイプとか、どこに何階に設置されてて、どの部屋に設置されてるのかというような情報を持った装置のテーブルと、これ単純な RDB のテーブルと同じようなものだと思ってください。であと、ここにはちょっと示してないんですけども、各センサーのデータがですね、どんどん、時系列データというか、そういったのがどんどん溜まる、テーブルがあるとして、で、そこにですね、定期的に、あるタイミングでですね、そこをチェックしていって、ある条件を満たしたら、そこからでね、異常のある、データを、検知して、それでこのアラート履歴に入れる、時系列データを入れていくというようなですね、そういったテーブルとしてですね、アラート履歴というのがあると考えてください。で、ここでは、ロキ、キーがですね、時系列、あ、じ、タイムスタンプ、時刻データになっておりまして、まあ、時系列データを扱うためのテーブルとして、タイムシリーズというのですね、GridDB、代表的なコンテナ、テーブルとしてありますので、そういった形で定義しております。で、で、特にですね、最初の方に言いました、パーティションっていうのがですね、いくつか何種類かあるんですけれども、今回はですね、ちょっとかなり、シンプルなものとして、時刻でもってですね、データを分割するインターバルパーティションというのの例を、使います。で、その分割する幅というかですね、どういう分割単位でやるかというのは、この例ですと、30日間で、を指定しております。で、あとですね、この時系列テーブルの場合はですね、ある一定期間を過ぎたら、データはもう削除するというのは、ね、自動削除機能、GridDB は、期限開放というふうに呼んでますけど、そういった、機能もありまして、その、期限開放する、日数として、ね、60日というのを例えばここで指定しております。こういったのを例で、ちょっと実行してみたいと思います。では、ここでですね、まず、クリエイトテーブルですね。装置テーブルをここで、作ります。で、次に、アラートテーブルを使います。で、なかなかちょっと今は、ちょっと入力ミスとか、ちょっとカットアンドペーストとかミスとか皆さん、ちょっとついていけてないところある、多々あるかと思うんで、今回の動画と後日、公開いたしますし、このプレゼン資料とも合わせてですね、後ほど読み返していただければ、で、ちょっとそこで、もう一回試していただければと思ってます。ちょっと、どんどん先に行ってしまいますけれども。で、次にデータを登録するということで、これ一件一件入れてもいいんですけど、ここでまとめて、例として6件のデータ、インサート分がありますので、ここで6件入れて、で、先ほどのアラートのデータもですね、本当にシンプルな例ですけれども、このデータを入れてですね、で、実際これがうまく登録できているかというか、どれくらい登録されているかというのに、全件をちょっと試しに表示させてみます。これで6件入れてまして、例えばカメラであるとか、サーモメーターとか、ワットメーターというものが、1階とか4階のそれぞれの部屋にありますよというのですね、というのを意味しています。で、アラートテーブルの方は、10月何日、上旬ぐらいに、いくつかの、検知され、それぞれの ID のセンサーというか、そういう機器、装置が、で、アラートが検知されて、アラートレベルが1とか2とか、最大3のものがあったりとかしてますね、というのをデータです。で、先ほどから話している、特に大きくジョインが使えるというのが、GridDB の特徴ですので、これでですね、これを実行してみたいと思いますけど、もうちょっと実行しちゃいましたけど、よくですね、時系列データですので、時間に関する条件と、何かしらの条件をつけて、で、それを、例えばグルーピングして、で、それで、集計するとか、そういったとこはよく使われるかと思うんですけれども、これで、先ほどから出てきてるリクイップテーブルと、アラテーブルのジョインの結果になってます。で、これちょっと1個しか出てきてないんで、あまり欲しくないんですけど、ちょっとそこがよくわかんないんですけども、例えばちょっと時間の、
条件を抜くと2件ほど出てきて、要はまあ全体で、まあ、この意味なんですけれども、マックス、アラートレベルのマックスを求めて、それがまあ1より大きい場合の一覧を出して、スケールなんですけれども、まあ、全体で時間の指定なしで行った場合、マックスになるものが2つありますよというのがこれで分かるようになっています。あとですね、試験ちょっと最後の例になるんですけれども、オーダーバイケースを使った場合です。これでもって、それぞれの文字列の値に、番号1、2、3とかいうのをつけることで、その、ある意味、まあ、カスタマイズして、まあ、オーダリングできるというような使い方の例ですね。まあ、本当に単純な、クエリになるんですけれども、なぜこれ使ったかというと、ちょうどグリッド DB の、コミュニケーション等にですね、質問の窓口にですね、スタックオーバーフローを使ってたりするんですけれども、そういったところにですね、実際に投稿された、ちょっと若干ちょっと変えてるんですけど、値等は。これとほぼ同じようなですね、問い合わせがありまして、こういうのを、使えますかという問い合わせがありまして、そういったところを回答したりとかしております。これはまあ、チャットですけれども、Java 環境を使った場合の、SQL の実行結果になります。で続いてですね、今度は Python 環境を使ってです。Python で、まあ、同じ、コンテナを使うんですけれども、ここでは Python でどう使うかで、DB API というですね、ものを使いますけれども、ここでサンプルも、この一つ上に上がっていただいて、ルートディレクトリのところにですね、DB API サンプルpi というファイルがあります。これは、まあ Python の例になりますけれども、ちょっと表示させると、こういうような感じで import.jdb.api で始まる。これがサンプルになっています。でまあ、これをそのまま実行してもいいんですけれども、ちょっと勉強というかですね、ちょっと一個一個やって、ちょっと理解を深めてもらえればと思って、ちょっと、一個ずつちょっと入力してみます。ちょっとカット&ペーストって、なかなかやりづらいかもしれませんけども、ここで最初にインポートで JDB API を入力していただいて、で、ここもある意味呪文みたいなことで、ここで、ドライバー名であるとか、URL をここで、指定してくださいって。これで、これで接続する感じになりますね。で、ここであとはまあちょっと、いくつかちょっと手順が必要になりますけども、ここでカーソルを求めた上で、で、あとはこのカーソルエグゼキュートっていうところで、SQL 文を入力してもらうと SQL が実行できるという形になります。で、まあ、このサンプルと同じように実行していただいても構わないんですけども、さっき、実行した、サンプル、また単に全件取ってくるものでしたけど、まあ、ここで、まあ、イクエプテーブル、っていうのを、ここに記載して、で、ここで実行していただくと、まあ、これちょっと結果がそのまま出ないんですけれども、これ実行されて、で、これプリントですね。fetch all というコマンドでやってもらうと、こういうような形で、ちょっと表示がさっきと変わりますけれども、基本的に6件のデータが見れると。こういうような形で Python を使った場合、こういった形で簡単にですね、実行することができるというのがお分かりになるかと思います。最後にですね、Web API の方をですね、試してみようと思います。でこちらもですね、Web API の Docker を、取ってきて、
ツールボックス使ってますね。こういう画面ですけど、ここで。もう一つコンソールを。ここは Docker ツールボックスのコンソール画面ですね。ここで同じようにですね。先ほどの Web API の、この Docker イメージをプルで取ってきてください。で、ここでですね、確かこの1分以上ぐらいかかったかな。しばらくちょっと時間かかりますので、で、実際にここで使う、WebAPI のコマンドですけれども、まあ、カールを使って、操作している例になります。で、この GridDB WebAPI は、SQL インターフェースだけでなく、NoSQL インターフェースも兼ね備えておりまして、そのテーブルを作成するとか、データを登録するとかいうところが NoSQL インターフェースで、操作できる、そういうインターフェースも提供しております。で、今回は SQL ということなので、この SQL の一番最後のところだけをちょっと実行することになります。実行します。で、先ほど直前に述べませんでしたけども、ただまあちょっと制限事項があって、まあ、この WebAPI の場合、セレクト分だけしかちょっと使えないというところがちょっと制限としてあります。はい、ここで。WebAPI のロッカーを取ってくるところが終わりましたので、実際にこの WebAPI は、まあ、デーモンとして使っていく形になりますので、ここでサーバーと同じように WebAPI のデーモンが立ち上がる形になります。で、まあ、いろんなやり方あると思うんですけれども、例えば、こう PS を打ってもらって、その、どっか、あ、コンテナ ID ですかね、を、ちょっと見た上で、Web API のコンテナ ID が、AC2.8 始まるように、AC2.8。こういう形で見ると、そこの、中に入ってですね、まあ、ここのコンテナの中で、ちょっと Web API をちょっと操作しようと思います。で、この時に、多分ちょっとやりづらいかもしれません。ここにあるサンプルをですね、ちょっと1行にしないと、うまくちょっと実行できないと思うので、ここで、ここにあるものを、カット&ペーストして、ここで入力していただくと、あ、これサンプルなんで繋がらないですね。これ自体は、全部一通り、やっていただくと、これサンプル用のクエリー流してるんで、エラーになってしまいますけども、さっきのサンプルをデータの登録、テーブルを作るところからやっていただくといいかと思うんですが、ここで、まあ、今実際に登録しているデータもですね、イクイップテーブルの検索、単に、まあ、全件取ってくる単純な、あれですけども、ここで実行すると、ちょっと読み分かりづらいかもしれませんけれども、その検索結果の、まあ、そのスキーマ結果のですね、スキーマ情報と何型なのかとか、そういった情報と一緒にですね、データカメラであるとか、サームメーターであるとか、そういったところが出ているのが分かりにくくなります。まあ、こういったところが大体一通りですね、今回予定してた、ハンズオンの内容になりますけれども、なかなかちょっと多分ついてこれない、ちょっと早すぎましたかね。とかと思うんですけども、ちょっと、配布済みのプレゼン資料はですね、このウェブページをですね、見ていただいてですね、あと動画ですね、そういったところですね、ちょっともう一個、もう一回ですね、試していただければと思います。はい。あとはちょっと残りの時間でですね、まあ、ここら辺が、まあ、先ほど実行した部分になりますけれども。
で、残りの時間ですね、ちょっと OS 活動のちょっと最近の話についてご紹介します。で、こちらはですね、実際にソースを公開している、GitHub 上のサイトに関する情報で、まあ、GridDB の GitHub でですね、検索エンジンで検索していただくとヒットするかと思います。まあ、いくつか、次になりますけども、サーバーはじめ、まあ、各種 API、あと、主要な OSS とのコネクター等をですね、公開しています。で、こちらが OS 活動の主なもので、まあ、だいたい1から3ぐらいが、もう GitHub 上ですね、様々なソフトウェアを公開してますとか、という話で、あとは、まあ、パッケージ等ですね、主要に代表的なところから公開したりとか、あとは、まあ、特に、まあ、様々な OS と、あと Docker イメージとか、そういったところのプラットフォームの拡充にも進めております。で、具体的にですね、ここ1年での差分に相当するのが赤で書いているところで、まあ、春に、公開した、4.5C であるとか、あと Java、JDBC ドライバーも、まあ、新たに、公開したとか。あと、プラットフォームの拡充ではですね、OpenSUSE や、あと MacOS、まあ、サーバーについては Linux 限定なんですけれども、クライアントについては Windows とか MacOS とか、そういったところにも使えるようになってきています。あと、Docker イメージもですね、段階的にありますけど、そこもどんどん拡充、充実させていきたいと思っております。あと、PHP クライアントに関しては、パッケージストの代表的なパッケージ、インストールサイトにですね、登録したりとか、そういった活動もしております。これは、まあ、ざっと、2020年1月からの、主な公開等の内容です。ちょっと、4月のちょっとミスがあります。Go クライアントが2つ書いてます。ここはミスですので。はい、あと、GridDB ネットで検索していただきますと、会社向けのですね、サイトで、ホワイトペーパーであるとか、ブログとか、そういったところですね、セルピンはいろいろと出しておりますので、ご覧ください。よろしくお願いします。あと、ツイッターにも力入れてまして、これは国内のものなんですけど、GridDB の J、ツイッター検索した後で、ツイッターのところで GridDB の JP というところを検索していただくとヒットするかと思うんですけれども、サマンドにですね、まあ、リリース情報であるとか、イベントとか、そういったところをですね、アップしておりますので、ぜひともご覧になっていただければと思います。はい。ということでですね、ちょっと本当に駆け足になって、申し訳ないかもしれませんけども、今回ですね、SKM インターフェースですね、あとオープンソース活動をご紹介させていただきました。今後もさまざまな拡張、拡充を進めてまいりますので、まあ、ぜひともですね、オープンソース版の、GridDB CE をですね、使ってみてください。はい。ここでまずは発表を終わります。はい、野々村さん、ありがとうございました。